RKB ラジオ企ての公開収録が開催決定。9月13日金曜日16時から福岡グロースネクストイベントスペースで開催。ゲストはブーストキャピタル代表で LINE ヤフー顧問の小沢孝雄さんです。詳細や観覧のお申し込みは RKB ラジオのホームページでお待ちしてます。古代の福岡を歩くステージ A、 海の道から空の道へ、安住族の足跡を探る。この番組は安曇野市観光協会、安曇野市大王わさび農場、塩尻市観光協会、 FDA 富士ドリームエアラインズの企画協賛、餃子の山八の提供でお送りいたします。キャベツ、人参、玉ねぎ、ニラにネギ、野菜だけで作った優しい餃子ができました。お肉が食べられない方も安心してお召し上がりいただけます。餃子の山八の優しい餃子です。おいしいな、食べたいな。こんばんは、坂田修大です。今週も安曇野に伝わる八面大王伝説にまつわる場所を訪ねます。ご案内を安曇野案内人クラブの川崎克幸さんにお願いしました。今週は八面大王の名前、大王がついた大王わさび農場にやってきました。たくさんの観光バスが停車していました。正面入り口には八面大王の家族の像がありました。儀式八面大王像というのが像がありますね。鬼の、ね、格好してますけど。ここは八面大王は善人だったっていう説に、はい、基づいて作られてますよね、はい。で、まあ、大体お話をお聞きになったかと思うんですけど、はいはい、あちらにいらっしゃる、はい、3人の像があります。3人の像ありますけど、奥さんですね。奥さん、まあ、ちぶさが出てますけど、奥さんですね。そうですね。どう見ても、八面大王にやっぱり奥さんがいて、もみじ巨人です、名前が。もみじは、紅葉のもみじですね、はいはい、で鬼の神、はい、もみじ巨人なんですね、はい。で、まあ、ある時、坂上田村麻呂が、まあ、征伐に来ましたけども、その時ちょうどもみじ巨人と八面大王は夫婦喧嘩していて、もみじ巨人は同じ安曇野なんですけども、牛尾沢っていうところに、はい、うちの団地と一緒なんかもうやってられないから、私は一人で暮らすとかって言って、牛尾沢の山奥にこもっちゃったんですね。あら。で片方、八面大王は坂上田村麻呂に征伐されちゃいますけれども、はい、彼女の方が高く売ってたんですよね、うん、うち旦那と、まあ、夫婦喧嘩したけども、うん、旦那がそんなね朝廷から来た田村麻呂となんとかっていう将軍に簡単に殺されるわけないというふうに高く売ってたんですよ、うん、ところが、まあ、やられちゃったと、うん、いうことで今度彼女のところに攻めてきたんですね。あ、牛尾沢の方に、はい、で坂上田村麻呂がやってきて牛に乗ってきたんですね、あの頃は。で牛に乗ってきて、牛が尾を向けたんですね、沢の方に、はい、牛が尾を向けたんで牛尾沢というふうに名前がついたんですけどその奥にもみじ巨人が住んでて、もみじ巨人もやはり、特別な矢によって追いかけられて、で滅ぼされてしまったと。でもみじ巨人神社っていう神社がやはり牛尾沢の奥にあったりするんですね。それも坂上田村麻呂
伝説に基づいて新たに作られた、うん、あの奥さんの方の伝説が牛尾沢の方にもまだ残っているという非常に面白いところですね、うん、で坂上田村麻呂が紅葉人を退治するために陣取った場所が、佐護山っていうところなんですけど、佐護山トンネルっていうあの、まあ、今はもう電車通ってないんですけど、うん、佐護山トンネルの上に佐護山っていう山があって、そこに陣取ったんです、うん、3個15日陣取ったんで佐護山っていうふうに着いたという、そういうあの地名伝説もあって、ですから八面大王伝説はあちらの穂高の方ばかりじゃなくて、うん、赤品の牛尾沢にも残ってますよという話です。別の話です、でも奥さんということなんで、あ奥さんね、そういうふうにいろいろ、いろんな関係の中でこう、うん、物語とか伝説とか派生してきてるんですね、うんうん、なるほど。それがこのいかに八面大王が、うん、あの悪かろうがよかろうが、うん、あの人々の心の中に、うん、あの非常に入り込んでいた、うん、そういうことですね、存在だったということだろうと思うんですね、はいはい、ですから八面大王伝説から派生した話っていうのはいっぱいあるんです、ね、いっぱいあるんですね。園内に入ってきました、ここからですね、これは日よけですね。そうですね、あの寒冷車、寒冷車って言うんですか、あのわさびっていうのは非常にあの暑さを嫌うんですよね、でわさびを育てるにはその場で湧き出た冷たい水でないと育たないんですね、養分も必要ない、はい、それから農薬も必要ない、ただ水だけであの育てるっていうのがわさびなんですね。でしかもあのそこから湧いたわさびでないと育たないんですね。ですからそこがいっぱい水流れてますよね、あれみんな排水なんですね。そうです、あの水では育たないんです、ですからあの中で湧いて出る、だいたい14度前後の冷たい水ですね、はい、それで予約育つんですね。ところが夏になると太陽で水が温まっちゃいますから、はい、そのために寒冷車をかけて、ちょっとあの景色的にはもうちょっと見たいなとそうですね、黒い、まあ、車がかかってます ね、ここおそらくなんか流れ、大きな流れがあったんでしょう。だから全部わさびだですね。4月か5月ぐらい来るとこの寒冷車がなくてね、わさびがドーンとあって、白い花が点々と咲いてるのが見られるんですけどね、これが上流から下流までずっと続いてるんですね。そうですね、でここを作られた方 の、 あの銅像がそちらに、深沢雄一さんっていう方の銅像が建てられてるんですけど、ですからここをあの作ろうというふうに思い立ったことがすごいですよね。そうですよね、なんか昔梨園だったとか。そうですね、ましたけどね、昔梨園でやっぱり梨は水嫌うんで根腐れを起こしちゃうんで、でその水を排水するために水を作ったと、でせっかく水を作ったんだから何か植えようってことでわさび植えたら、ことのほかわさびが当てたとよく育ったんで、じゃあ梨なんかやめちまえとということでわさびにしたと、と歩いてきましたが、ここに、一つ大きな鳥居があります。わさび農場の中に大きな鳥居がありました。大王神社とあります。大王わさび園の大王、これ八面大王の大王なんですね、はいはい、ですからあのここに八面大王を祀ったということなんですね、はい、西側の中に荒上島っていうところがあって、はい、そこにもともとの八面大王の祠があったって言われてるんですね、立派な、はい、それが流されちゃったんで、明石の方にはさっきの西宮さんのところに祀ったし、はい、こちらではこちらに祀ったという、はい、ことなんですね。こちら胴体を祀ってあると。で、拝殿のところはですね、これはあのおそらく八面大王とこんなにでかかったのかと思われますが、わらじが両サイドに飾ってありまして、このわらじの長さが1メーター半ぐらいの大きさですね。これが2つ左右に並んでいると。その奥にですね、お祭りしてある祠があるということですね、はいはい、わさび農場の中には
北アルプスの湧水がゆったり流れ、水車も回っていました。そして今度は有明山が遥かに見えるところに移動してきました。何やら難しい名前を持った神社が見えてきました。ここは場所は何というところなんですか？矢村。矢村、はい、矢村という場所です。ここ、はい、正面が有明山ですよね。有明山、はい。で、新聞統計に出てくる中房山っていう山、中房山、はい、どこなのかっていうことが、ああ、わからないという。わからないんですよね。昔の絵地図も載ってないんで、どの辺りかななんてこう、いつも見てるんですけど、はい、もしかしたらあの右に同じように富士山のような形してありますよね。小さいね、あれのような気がしないでもないんですけど。ああ、そうですか。ほうほうほう。小さな小有明みたいな中房山、あれが中房山かというような。あれはもうちょっと奥の方かね。ああなるほど。ここは矢作三宝大光神社って言うんですか。あの矢作っていうのは矢を作るって意味ですね。ああ、はいはい。だから、ここに住んでいる安家っていうのが、まあ、いて、かなり昔に父親がいなくなったもんですから、非常に、はい、苦労して、暮らしていたんですけれども、はい、まあ、その時に母親からそういう苦労してるから、みだりにその親子を引き裂いたり、生き物を殺したりするんじゃないよってことを、まあ、教えられていたと、うん、である時に、安家が、まあ、穂高の町に買い物に行く途中に、藁にかかっていた山鳥を、まあ、助けてやったということで、まあ、大体ありがちなね、そういう動物を助けて、それが最終的にその恩に報いるために、うんぬんって話はあちこちに安曇野にもいくつかありますけども、ここもそういった形で、まあ、山鳥を助けてやったと、はい、である時、美しい娘が転がり込んできて、まあ、一緒に暮らすようになって、楽しい日々を送っていたんだと、ところが坂上玉良麿が、鬼退治にこちらに、やってきたんだけども、普通の矢ではなかなか鬼を射止めることはできなかったと、で、坂上玉良麿がお伺いを立てたところ、33の節の、まあ、まだらですよね、藩がある山鳥の羽で矢を作ったんであれば、その矢であれば、この鬼を退治することはできると、誰かこの33の門を持った山鳥の羽を知らないかということで、まあ、お触れを出したところ、安家の霊の助けられた山鳥の化身ですよね、がある時持ってきて、これでぜひ八面大王を退治してくださいと、でそれで矢を作って、はい、八面大王を坂上玉良麿が行ったところを見事に、射止めることができた。あ、そうですか。という、これはどっちかというと民話ですよね、はい、ですからその神父陶器に出てる、かどうかっていうあれじゃなくて、そこから派生した民話としてこういう話が残ってて、でなおかつここが矢村で、そちらに、お祭りしてあるということなんですね。ああ、そうですか。祠の あれ正面ですか、はい、あ、小さい祠がありますね。あ、これが安家、矢作三宝大光神社というものですね。はい、まあ、歴史安家神社。安家神社。安家神社の方が、親しみますね。安家神社といいますか。まあ、小さい祠がこの、林の中に一つポツンと祀ってあるということですね。そういう由来を持った神社です。矢村の
矢作三宝大光神社でした。今度は古間屋という場所の松尾寺というお寺に来ました。ここは松尾寺というお寺、西名氏の、が出てきて、ここに陣取って古間屋氏って名乗ったんですけど、その古間屋守兼っていう人がここを作ったって言われてます、はい、でその古間屋氏っても西名氏ですから、例の西名乱衆記でいうところの、うん、大天の王子の子供はこっちに来て西梨になってますけど、うん、はい、それの末裔って形になりますね。ああ、そうなんですか。ちょっとそこのお墓の裏あたりになるんですけど、そこに、例の八面大王征伐の軍勢が、はい、こちらに逃げてくるので待ち構えていたという場所、だから松尾ってついてるんですね。あ、そうなんですか。でそれの落とし穴がその辺一帯に作られてる、落とし穴が見れるかどうかあれですけど、まあ、落とし穴といってももうだいぶ埋まっちゃってますからでしょう、ね、穴がボコボコっとこう、なんですけど、今その松尾寺というお寺の、お堂の裏側に、お墓がたくさんありますね。そうですね、このお墓の中ですか、はい、まあ、ちょっとした坂を登っています。坂の途中からお墓がたくさん出てきます。このお墓の先の方ですね、この辺でお墓は終わってますが、それから先の方に落とし穴を作ったという、穴の跡が残ってるんじゃないかということで、熊笹がたくさん茂ってる中を歩いてます。ああ、穴を埋めたらしき、その跡みたいなのが残ってますね。この熊笹の生い茂る中にそういう穴の跡らしきものが残ってるということで、この辺りずっとこういうのが、ああ、今でも少しくぼんでますね、くぼ地になってますね。2メートルぐらいの、これがねずっと あの辺り広がってるんです。で実は最近なんですけど、はい、そこが城跡じゃないかっていうことで博物館の、原館長が城跡発見したよということで、ちょっと友の会でねそこ登ったことあるんですけど、確かに城跡のような、廓とか堀切りがあって、だからもしかしたら八面台を征伐するために坂の上田村村のあたりが築いたんじゃないのなんてみんなで冗談言いながらそこに登ったりしてました。あ、そうですか。でなおかつここにそういう落とし穴の落とし穴が数はものすごくあるんですね。こうずっと一面に広がってますので。そうですか。今来週期ではあちらから逃げてきてここに落とすという話にはなってますね。あ、今ちょうどね、10センチか20センチぐらいの熊笹がたくさん茂ってて、よく、穴の部分が分かりませんけども、へこんでる部分は分かりますね。ボコボコボコ、周りがそうですね、100メーター四方ぐらいにわたってそういう穴があったんじゃないかということですよね。まあ、冬に来るともうちょっと明瞭に分かりますけど、はい、笹の部分が枯れて、ただただ炭焼いただけじゃないかっていう説ももちろんあります。あ、そうですか。炭焼きっていうのは、ね、ぼや炭作るんだったらこういう形でもいいと思うんだけど、そんなところに何箇所も何箇所も積んで作って、あまり経済効率良くないですよね。だからやっぱり落とし穴じゃないかな。そうですか。でこういう地形があるから、うん、西野乱章記の、作者はここで待ち受けたと、うん、でこの松尾っていう地名と結びつけて松尾、鬼が逃げてくるのをここで待ち受けたんじゃないかという話になってるんですね。松尾ということですね。落とし穴を作ったんじゃないかという、松尾寺の裏、お墓がありますところをずっと小高い丘になってまして、
その丘を登ってきた蜘蛛笹が生い茂る中に、落とし穴の跡らしきものがたくさん見えました。およそ100メーターぐらいの円形になった場所に、あったんじゃないかと。その近くにもひょっとしたらお城の跡らしきものもあるということですね。ただその一つ一つのスポットについてこう深い話ってあんまりないですよね。そういうものをつないでつないで、あの一つのイメージをこう作り上げるみたいな形になりますよね。でそこからまたさらになんかおひれはひれつけて民話が生まれてきたり、よその民話を持ってきてちょっと一部改ざんして広げていったりっていう、そういうのってやっぱり住民の知恵ですかね。それとも楽しみっていうのか、ロマンっていうのか。まあ、あのあれですよね、そういうことによってそういう伝承がね残っていくんですよね。そうですね、面白おかしくなっていってね、後世に伝えられていくっていうこと で、 そ、 で、ね、それは決して悪いことじゃないと思うんですけど。そうです、面白くないと伝わらないですもんね。そうですよね、そういうふうに思います。そういうのが安住野に、まだまだ残ってるんですね。たくさんありますね、やっぱりあの住民の知恵とか、あるいはお年寄りの知恵とか、なんて本当に強いものに対抗するんじゃなくて、飲まれながらもなんか柔らかくこう受け流したり受け止めて、いくという年寄りとか、住んでる人間の知恵っていうのはそういったところに現れてくるんでしょうね。そうですね、松尾寺のすぐ裏にあります落とし穴でした。安曇野にある八面大王伝説ゆかりの場所を訪ねました。ご案内を安曇野案内人クラブの川崎克幸さんにお願いしました。ここでリポーターの中島理恵さんです。こんばんは。こんばんは。このシーズンというかこれからしばらく信州長野県に出かけたらこれを楽しんでほしい。ほう。ぶどう。あ、ぶどう好きです。ぶどうのね名産地なんですけど、県内あれこれありますが、安曇族の足跡を楽しんだ後はここがいいんじゃないかというのが、長野県のぶどうの名産地の一つ塩尻市です。はい、信州松本空港のすぐ近くなんですが、この塩尻っていうとか、あの明治の22年にこうブドウが最初に植えられたのが始まりで、はい、あのそのまま食べるものはもちろんワイン用のブドウもたくさん栽培されているところなんですよ。はい、でこれから10月の中頃ぐらいまではこの塩尻市内の十数箇所の農園で直売がされたりとか、ブドウ狩りができたりするんですね。いいですね。すっごい品種が多いんですけど、私の一押しはナイアガラっていう品種。へー、あ、こっちじゃあまり目にしないですね。ない、その通りなんですよ。はい、これねどんなのかってね、粒はねややちっちゃめの粒、デラウェア、あの昭和の私たちが慣れ親しんだ種なしぶどうですね。はい、あのデラウェアより一回り大きいぐらい、まあ指大、あ、人差し指の第一関節ぐらいの大きさかなっていう小粒なんです。はい、で色が明るい黄緑色というか、ちょっとね黄金色にも近いぐらいの黄みがかった薄緑というのかな。はい、でねすごい甘い香りがするんですよ。甘いんですね。そうで、実際に口に入れてみるとこれもめちゃめちゃ甘いんですね。このナイアガラなんですが、坂田さんが言った通り福岡で見かけない。なぜかというと実が落ちやすくって長距離移動に向かないんですよ。そうなんですか。つまり長野県塩尻市現地で食べるべきブドウだってことになるんです。で本当に美味しいので、いろいろ試してもらいたいんですが、でもね残念なことに最近ってあの単これナイアガラ甘いんですけど中にちっちゃい種があるんです。はい、でこういうの種のあるブドウが敬遠されがちらしくって。あ、そうなんですね。今どんどん世の中がね種なし、そして皮ごと食べられる品種への切り替えが進んでるそうなんですよ。しかしどっこいナイアガラぜひ推したい。こんないろんなこう農園がある中でですね、岩垂農園というところに出かけてきまして、岩垂慎一さんご主人に話を聞きました。今の状況そして食べ方についてこんなことをおっしゃってました。若い人とか子供とかはね、この中に種が入ってると飲み込むことができないだね。やっぱり種をこう口の中で出しちゃうっていう、そうすると酸っぱく感じちゃうもんだからね、このブドウも。
だからこの辺の人たちはみんなもうこの中に種はあるんだけどゴクッと飲んじゃうんだけども、えいやいや本当ですよ今は ね、 ねこの辺はもう全部あの歴史からいきゃ100年ぐらい経つとか言ったかな、明治何年 だ、 そ、 だその頃からもう実はもうゴクッと飲んで皮だけは出すこういう食べ方はね。あ、そうなんですか。衝撃。私もあのそういう食べ方は馴染みがあまりなかったですね。そうなんだよ、チャレンジしましたよ。あ、そうですか。口に入れて、はい、まあ、塩尻流というか信州流というか、はい、で、中身を飲めとやってみました。はい、うん、種あった。それ皮はこれを一応出すでね。これは皮は噛んじゃった。ガリガリ言ってましたね。だって無理。難しいんですよ。いやいや噛んじゃダメだよ、そのまま飲むんだよと。噛まずに食べてらっしゃるの皆さん。そうなんです、口に入れてあの普通の種なしのデラウェア食べるときみたいに身を出してその皮は出して身だけを飲めと。はあ、難しい難しい、もう一回チャレンジしました、うん、なるほど ね、そうすると美味しい、食べ美味しいでしょ。酸っぱくないんです、うん、あのブドウを飲むのって私生まれて初めてですわ。でブドウは飲む、噛むじゃなくてね、まあ、噛むっていうのは今のブドウ、ね、これは噛まなくて押し出してその周りをオブラートみたいな感じでゴクンと丸ごと飲むと、うん、皮の周りについてるね、うん、甘いものがすっと口の中に残って、うん、非常に美味しく食べれるんだよ。そういうふうに、ブドウが丸いまま喉を通っていくのがものすごい新鮮。喉越しがね、喉越しも味わったりするわけだよ。そうですね、ああブドウの喉越し、あ、贅沢な食べ方に思えますね。味わいたいですよね、噛んでね。いや飲んで、あ、そう、飲まなきゃいけない、飲んで味わう、噛んじゃダメ。ぶどうで喉越しっていう言葉が出てくるの本当びっくりしちゃったんですけど、できるようになるとあの噛むと種の周りにこう酸味があるらしくって、それを味わわずに 100%と甘いのだけが喉に通っていくんですよ。あ、じゃあベストの食べ方やっぱりそうなんですね。そうなんですよ。でね、喉あまりにも甘すぎてこう今イガイガってきたっていうぐらいの甘さなんです。ものすごい糖度でびっくりしちゃうんですけど、慣れてくると次々に身を入れてどんどん頬張れて食が進む。あの住んでらっしゃる皆様はねごくごく飲めるらしいので、ぜひこの季節あの刈り取って食べ放題でごくごく飲んで食べるのがナイアガラの食べしい食べ方だと思うんでチャレンジしてみてください。もし季節外して出かけるときにこのナイアガラワインになりますので、これも甘い香りなのにすっきりした美味しい味わいのワインになります。ナイアガラという品種ぜひ覚えてください。ナイアガラを味わうにも、塩尻にお出かけいただきたいと思います。玄関口は信州松本空港です。福岡空港から FDA 富士ドリームエアラインズの直行便でお出かけください。中島理恵さんでした。番組ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くのバナーをクリックしてください。またラジコ、アップル、スポティファイ、アマゾン、YouTube など各ポッドキャストでもお楽しみいただけます。この番組は安曇野市観光協会、安曇野市大王わさび農場、塩尻市観光協会、 FDA 富士ドリームエアラインズの企画協賛、餃子の山八の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。RKB ラジオをお聞きの皆さん、声優の大塚明夫です。毎週土曜朝7時放送、帰りたいサラリーマンに会社兼オフコース役で出演しています。ポッドキャスト、YouTube でも配信中。ぜひ聞いてください。